以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、イエーイ。さくさんです。むちゃです。さくです。くんちゃんです。山下です。はい、今日の企画は、はい、はい、本日はですね、まだまだ東京に来ているんですけども、今はですね、こちら渋谷グラッドさんにいてパフォーマンスさせていただきました、はい、そしてこの後すぐに秋葉原、はい、ゼストに向かわなければいけません、はい、なかなかタイトなスケジュールなんですけども、その中で、はい、こう衣装でね、まあ、コート着てるんですけども、はい、まあ、衣装で移動してると、まあ、写真を撮ってもらえるのか、まあ、前もやった企画なんですけども、はい、今回はですね、その渋谷から秋葉原の移動編ということで、はい、検証していきたいと思います。よっしゃ、それでは早速行きましょう。レッツゴー。東京はですね、雪が本当に今すごいんで、はい、気をつけてください。小川さん、さっきステージでつまずきかけませんでした？雪あったっけ？ステージ雪あった。ステージ、そう、雪積もってたから、雪があ、ステージね。ステージに雪が、ね、じゃないんですけどね、今回風がすごい。おお、危ないよ。寒いですね。寒すぎる。大阪と全然違いますね。アイドルっぽいと思うんやけどな、なかなか。やっぱ食材がいるんかもしれませんね。頭は大事です。秋葉原着いたら食材つけてみましょうか。はい。おのおのの食材を装備した彼女たちですけども、時間がとにかくタイトで走っております。気をつけて、食材が揺れる。さくさん、この後ライブですか？大丈夫ですか？大丈夫です。でも体はね、これで準備運動、そうそうそう、ウォーミングアップ、ね、ウォーミングアップ、あとはそうラーメンがあるよ。ラーメン安に入っちゃった。ラーメンラーメンがあるよ。ラーメンラーメンがあるよ。ラーメンがあったよ。あったよ。はい、着きました。ライブ本日の2本目、頑張りましょう。頑張ってきます。はい、というわけでライブは終了したんですけども、はい、いかがでしたでしょうか。楽しかった。楽しかった。お客さんも一緒にめっちゃ盛り上がってくれて、すごい楽しかったです。またね、あの東京での機会もどんどん増えていくと思います。はい、その時にね、写真撮ってもらえるかの続きは、いや、そうですね、どんなことにしましょう。はい、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。この動画が面白ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。こんにちは、くーちゃんです。この度、親子で楽しめるチャンネル、くーちゃんによるグレッツトライが開設中。詳細は概要欄から、ぜひチャンネル登録してください。